はい、本日のコラボは斉藤俊介です。愛の塊と、シークレットベースをお届けしたんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。いかがだったでしたでしょうか。まあそのね、シークレットベースも夏の歌なんで、もう3人で浴衣でね、浴衣でね、お届けしてるんですけども、いやどうでしたか、聞いてみて、斉藤さんは。で僕、斉藤さん、はじめまして。すごい良かったですね。後ろで聴いてて、しかも、まあ、バンドもしてるから、だから歌い慣れてる感がさ、なんかリズムがめちゃくちゃ良くて、弾きやすかった、伴奏しやすかった。嬉しい。学校の先生だから確かに確かに。そうなんですか。そうマジっすか。え、その専門学校の専門学校の先生だから。そうですか。おめでとう先生からやっぱ先生ってすげえなー。説得力がね、急に先生ってすげえなー。やっぱ俺も先生したいわ。でもこうやってさ、声質が似てるからこうハモリとかもさ綺麗に混ざるし、っていうのはなんか今回やって思った。あんまぶつかんなかったですね。ぶつからなかったし、その前はさバンドで大きい音で一緒にやったってことだけどさ、こうやってピアノで少ない音数で声っていうのはなかったから、そうですね、新たな発見。楽しかったです。なんかこのね、一発撮りっていう緊張感ね。いや本当にこの映像を、見てもらった方はわかると思いますけど、本当にこの場で歌ってね、そのまんまをやってるっていう。いやだからすごいね、プライベートでも仲良く、やっぱ波長がすげえ合うのね。思いですか。最初さ、始めましたときはさ、別にそこまで突っ込んだあれじゃなかったけど、当たり前にで、一緒にこう野球するようになって、若い時も野球するんだけど、野球するようになってから、そして一緒に旅行するようになってから、そうですね。そう、一気に。確かに。旅行がでかかった、一番仲良くなるには。そうかもしれないですね。まあ、でも確かに、なんか野球とかそのプライベートであって、なんかどういう人かが分かって、そこからなんか、一緒にライブをやってとか、機会、なんかもし逆だったら結構また変わってたのか、ライブも変わってただろうし、ただし一緒になってなかったかもしれないしね、だから金沢でもな、金沢も一緒に行って、そうですね、ライブして飲んだりとかして、だからそのやっぱジャンルとかね、こう思うとあんま関係ないなっていう、交流はすげえ広い分ね、やっぱビジュアル系でどうしてもちょっと内向的なところがあるけど、だからそこをね、こう破ってきてくれるのは非常にありがたい存在ですよ。でも楽しいですよね。なんか僕もその俳優という仕事でやってきてっていうのがあるから、またなんか違ういろんな話がお互いできたりとか、刺激がすごい。だからこの映像を見てくださった方で、僕を知ってくれたり、大学を知ってくれたり方もいると思うし、逆にね、俺のこれファンの子は俊介のところを知ったりと、はいはい、なんかいいね、出会いがここでも、生まれるのではないかと思って、このコラボをやらせてもらったので、またね、こう僕らは音楽とか俳優とか、ピアノとか先生とか、いろいろ道は違いますけども、また交わる機会が必ずあるんで、なんか今度はピアノライブしたいな。いいですね。だから普通にアコースティックとか、まあ今だとね、それこそまだライブ僕らがいつも通りできるまでにどんぐらいかかるかわかんないですけど、まあなんか配信とかいろんな形があるじゃないですか。ね。逆になんかアイディアをちょっとね、出して、新たな楽しんでもらえることはいろいろ提示したいなとは思いますよね。ね。なので、ぜひこれからも楽しみにしていてもらえたらなと思います。本日のゲストコラボは斉藤俊介でした。ありがとうございました。夏だから夏だから結局夏だから。